チャオ、あっちゃんです。いつもあっチャンネル見ていただきましてありがとうございます。おかげさまで最近ね、登録人数も増えてきて、コメントも増えてきて、再生回数も増えてきてありがたく思っています。ただね、コメント欄で最近ちょっといろいろとね、問題っていうのか、コメント欄に対してのメールが増えてきてるんですね。誰々がぶら下がってきて、うざいねんとか、誰々のぶら下がりがあるからコメント書きにくいねんって言ってくれてるファンの方からね、昨日、おととい、今朝とね、まあ3日間ぐらいで、10何件あんのね、大体みんな同じような内容なんです。で、やっぱりね、メール、LINE は誰からか来たかはわかるけども、メールの方は誰から来たんかわからない、匿名メールとか、匿名っていうかね、一応まあ名前書いてあるけど、ハンドルネームと違う人やったりで、わからない人もいてるからやねんけども、大体誰がぶら下がってるかっていうのは、あっちゃんわかります、もちろんね。で、どういうコメントがうざいねんとか、どういうコメントが嫌やねんっていうのもわかります。で、ただそこはもう今回伏せときますけども、あっちゃんが思うね、ファンの人っていうのはね、あっチャンネルを見てくれてる全ての人がファンの人やと思うねんね。で、あっちゃんが、もし、好きな人、ファンの人がいたら、ファンの、人を見ます、テレビ。あっちゃんあんまり動画とかあんまりそんな見て、動画、YouTube の中にファンの人ってあんまりそんな言ってないんだけども、テレビ見てて、まあ深田恭子ちゃんが好きやねんけど、ファンで、わ、好き、かわいいって見んねんね。でもなんかしてたら、いやもうそんな人あかん、いらんわーって、いややんって言いながらでも見る。たら、ね、なんか深田恭子ちゃんらしくないわーみたいな、深田恭子ちゃんってふわっとした可愛いイメージってあって、そのイメージじゃないことしたら、いや違うって思ったりするんだよね。それでもやっぱ好きやから見てしまう。それがファンの心理やってあっちゃんは思ってんねんね。だからもしあっちゃんの嫌いな、ね、人がテレビに出た瞬間、チャンネルピッて変えるか消すかする。それがファンじゃない人の心理ってあっちゃんは思うね。まあこれ極論やけどね、好きか嫌いかに分けてんだけどね、その中の中途半端どうでもいいやっちゅう人は、まあ、今回ちょっと横に置いといて話すけども、そういう心理が働いて見てくれると思うねんね。だから、なんていうのかな、ただ単にあっちゃんがしてる間違ったこと全てを応援してくれてる人もファン、もちろんそれもファンやし、あっちゃんがしてる悪いことを指摘してくれる人もファンやと思う。ファンやからこそ言うねんね。だから深田恭子ちゃんそんな違うって、まあそこまで向こうが伝えることまであっちゃいませんけど、心の中でテレビのこっちで、いや違うって言ってる時もある。だからそれと一緒で、だからね、なんていうのかな、そういう、まあ、俗に言うアンチって呼ばれてる方とか、とか、まあ、嵐って呼ばれてる人、コメント荒らす人ね、もう嫌いやったら来やへんと思う。やっぱりそこ気になるから来てくれるってあっちゃん思ってんのね。嫌やったら荒らすこともせえへん。もうみんなも嫌やから。もう無理無理ってなった瞬間テレビ消すからね。それと一緒やと思うね。だから嫌いじゃない、イコール好きとは言わへんけど、嫌いじゃない限り見に来てくれても当然やと思うねんね。だからそこのところにぶら下がりで、ひどいコメントするんやったら見るなって書いてる人もいてると思うねんけど、見るのは見る人の自由やと思うしね、逆に言ったら好きやから見てくれてるってあちゃんは思ってるからね。でその人も確かに言葉は悪い、ひどい言葉遣いしたり、上からの口調やったり嫌味を言ったり言う人もいてる。でそういう人っていうのはね、なんでそういうふうに言うのかなって、で言ってみたら、もう YouTube やめろっていう人に、ふざけんなお前見るなって言ったら、同じレベルで戦ってんのね。戦いっていうのは同じレベルで戦ってったら絶対勝てないね。同じ力やからね。と同じと一緒で。だから一つワンランク上の気持ちになって、まあね、上から目線で言うんじゃなく、この人って人にこう攻撃するときってどういう心理でこんなこと言うんだろうなって、何を求めてるんだろうなって考えて、ね、その人の言ってること全てを受け止めてね、真実を見た上でお返し、お返事してたら、あんまり揉め事起こさへんのちゃうかなと思うんでね。で別にコメント欄でね、喧嘩しようがね、言い合いしようがね、ぶら下がってね、嫌なこと言われて、泣きつこうがね、あっちゃん正直関係ない、冷たいけども。なんでかって言ったら、あっちゃんは動画を出すだけがあっちゃんの役割やねんね。それを
視聴者さんはどういう目で見てくれて、どういうね感じ取り方してくれてるか、それは視聴者さんの自由やったっちゃ思うね。だからあっちゃんねるを見て、わあいいな、真似しようとか、あっちゃんかわいいなって言ってくれる人もいてる、うん、でもあっちゃんやってること違うわって、そんな汚いもん食べんなやとか、うん、髪型がおかしいとかメイクの仕方がおかしいとか言ってる人は、やっぱりねあっちゃんに対して意見をしてくれてる人やと思うねんね。だからそれも見た中の感想やと思うねん。でその人が感じ取ったことやと思うねん、それは。だからそれを、うん、反対意見ととって、そんなことないっていう答えっていうのは、またそのそんなことないって言った人の取り方やと思うねんね。だからそこで喧嘩しとっても、正直冷たい話やけども、大人かどこで喧嘩しとったかってこっちは関係ない、ね、コメント欄なんて見なくて、好きに動画上げてればそれだけでいいねんね。だから、うん、そうやればいいねんけども、あっちゃんやっぱりみんなと交流したいの、交流、ね、できる場所っていうのはコメント欄やから、みんなのコメント読ませてもらったりすんねんね。あで、あっちゃんは、あみんなこういう取り方してるんだなって、あそっかって思ったり、うん、あこういう考え方あるんだな、なっちゃんも取り入れないとなって思う時もある。でも、あこれいいことやねんな、取り入れたいねんな、でもね取り入れられへんねんなって言って、うん、諦めることもある。全く、あ無理無理っていうこともある。だからそんなんでね、人それぞれ、うん、だからそのコメント欄を見て、あっちゃんに対してそういうねアドバイス的なことをして言ってくれてるのを、また違う視聴者さんがそのアドバイスを見て、あ私もそうしようって言ってくれる人もいてる。それでいいと思うね。でそこで喧嘩してようが喧嘩してなかろうが、仲良くしてようが、あっちゃんには関係ない話やね、正直ね、うん、関わらなくても別に何もない、うん、でも関わりたくなんのもあっちゃんやねんね。だから、うん、コメント欄でやっぱりその楽しく楽しくやってほしい。でねあっちゃんを応援、まあみんな応援してくれてんねん。言い方が難しいねんけども、どういうふうに言ったらいいか分からへんけど、まあ肯定話と、あっちゃんのことすべて肯定的に応援してくれる人、ね、がコメントしにくい。だからあっちゃんのやってること正しいって、あっちゃんのメイク可愛いって言ったら、可愛くないわっていうぶら下がりが嫌やから書けないっていう人もいてる。で逆に言ったら、あっちゃんのことを、うん、ひどいとか、うん、なんだそのメイクって言ったら、いや可愛いってそのコメントが嫌から書けないっていう人もいてる。お互い様やねんね。だからお互い様でぶら下がりが嫌な人がいてる。でも嫌っていうのは自分の意見をね言って反対意見が出ても当然やねん。書き込むっていうことは、そのリスクを負った上で書き込んでんねんから、ぶら下がられても仕方ない。でもぶら下がる時にね、そうやって何て言うのかな、反射神経で脊髄反射で答えるんじゃなく、一回それを脳に落とし込んで、この人は何を言いたいんだろう、何を伝えたいんだろうっていうことを考えた上でぶら下がっていったら、楽しくお話ができるんちゃうかなと思うんだよね。だからそこで、うん、あなたの意見いらないとか、あなたの、そんな嫌やったら見なければいいっていう意見は、ナンセンスやと思う。あっちゃん逆に言ったら、あそういう見方してんねん、もう見てくれたら嬉しいよって、うん、思います、うん、だからやっぱりね、変な話、 YouTube って見られていくらやから、ね、見られへんかったら意味がない。みんなに見られるために YouTube やってんねんから、うん、いろんな意見あっても見てほしいんね、うん、だから、そういう意味でやっぱ見ていただくっていうのが一番やっぱあっちゃんは嬉しいことやからね。それが賛否両論どうであれ、うん、だからみんなが見てくれてるっていうことに対してあっちゃんは嬉しいなって思って配信させてもらってます、うん、だから見なくていいよっていうコメントをもうやめてください、うん、やっぱり見ていただきたい、うん、だから見るんやったら楽しくやってほしいし、で賛否両論を話し合ってくれるのもいいことやしね、うん、で今までね荒らす人っていうのははっきり言ってコメント流れるし嫌な存在やった、ライブではね。でもコメント欄で荒らしたところであっちゃん別に何もない、コメントが増えるってことはにぎわうことやしね。ただそれを見ることによっていろんなコメントが書きにくい、自分のコメントが反映されにくいって思う人もいてるからね、そこのところ考えた上でコメントしてくれたら嬉しいです、うん。でね、あとまあね、ぶら下がり機能っていうのはね、お互い話し合えるっていう機能やから楽しく話し合ってくれたらいい。同じね高さで、うん、ね、ああ言われたからこう言った、こう言われたからああ言ったの言い合いだけだと、執着点がないのね。だから、そんなことしてんねやったら、映画の一本でも見る方が得やから、あっちゃんねる、ね、あっちゃんねるの動画を見てるんじゃなく、あっちゃんねるのコメントで喧嘩する時間、それも喧嘩に目的がないねんね。喧嘩することによって、相手のことを分かり合えよう、分かり合おうってする喧嘩、ね、っていうのはありやと思う。だから昔のね、喧嘩って、殴り合いしても最後は仲良くなって
肩組んで友達になれるっていうのが喧嘩が、ほんまの喧嘩やと思うね。とそうか、相手のことをもうのしてやろうっていうね、ボコボコにしてやろうってやっても、自分がやっても相手からもやられる、自分もやられる、で結局ね、永遠に敵対するだけで意味のない喧嘩、それやったらせえへんはマシやねんってあちゃ思うねんね、うん、だから、そういう喧嘩はあちゃんは大あんま好きじゃない。でもやりたいんやったらやればいいよ、別にコメント欄で。ただそれに対して時間の無駄であるだけのことで、あっちゃんは面白くないなと思うね、うん、だからそう面白くないなと思ってる人いてると思う。っていうか喧嘩吹っかけられて嬉しがる人いてないしね。特にね、あっちゃん寝る女性の、ね、特に主婦の人が多いんかな。だからね、やっぱり女性の方が多いっていうのが、やっぱあの女の男のってあって、男のってどっちかって言ったらそういう感じで反射神経 で女のっていうのも自分が言ったことを引けへんところがあるのよね。だから変な話、女性がね好きな男の人を落としたい時っていうのは、相手は何を求めてるんだろうなっていうところで、相手の、嬉しがるところ、喜ぶところ、落ち着くと相手は落ちるよね、うん、男をね。で逆に男の人が女の人を落としたい時は、ね、女の人が怒ったり嫌なことしてきた時でも優しく受け入れられる心のね、心懐の広さがないと、やっぱ男の人のことを好きになってくれへん。その両方分かった上でね、やっぱお互い喧嘩とか言い合いしてくれたら、自分の逆性別の人ってどういう考え方なのかっていう考え方とか、あと同じ性別の中でもね、同じ同性内っていうのはすごい喧嘩しやすいよね。同じ考え方やから、うん、だから同じ性格って敵対する、喧嘩するんでね、うん、だからそこのところで自分の性格をどれだけ抑えられるか、そういうところやと思うからね、一回ね、やっぱり一歩引いて、相手が何を伝えたいのかっていうことを考えたらね、その自分の反対意見している人の意見に対して、違和感っていうか、この人こう伝えたいんか、だからこんな言い方してんのかって分かってくると思うね。そうやって冷静になって考えて、コメントしてくれたら嬉しいですって言ってるあっちゃんもね、それができへん人やからね、やっぱりそのなかなか難しいのは分かる、うん、でもそれすることによって自分にメリットは全然ないからね、うん、あっちゃん思います。だからコメント欄楽しくやる、ね、みんなそうやと思うね。いいあっちゃんにコメントしてくれる人は、やっぱり動画を見て、もうね、まっすぐな目で見て楽しんでくれてる人、ね、で、あっちゃんに意見してくれる人は、あっちゃんの動画を見て、いや、自分の考え方とちょっとちゃうわ、だからあっちゃんを良くしてあげようと思って言ってくれる人、うん、で、ね、あとね、そういうね、言ってくれるけども、言葉が悪いとか、ちょっとひねくれた言い方するとか、嫌味っぽかったりとか、ね、そこに悪口を挟むとかいうところを見て、もうこの人はあっちゃんのことを敵対してると思って、防衛してくれる人、うん、まあ、あっちゃん王国の防衛大臣みたいな人、うん、っていうのも、攻撃は最大の防御なりっていう言葉あるからね、まあ、そうやって攻撃をしてくれてるのかもわからへんけど、そうじゃなくね、非武装中立国、スイスのように、スイスちゃうけどもね、スイス武器で儲けてるけど、まあそんな話でもいいや、うん、非武装中立国であって、一切武装しません、あなたの意見聞きますっていう感じで聞いてもらえればね、そんなに喧嘩にならない。で聞いた上で、いや、あなたの考え方こうだからって、こういうふうにした方がいいんじゃないのかなって、こういう、ね、言葉遣いなんかでもこういうふうに言ったら聞いてもらえるんじゃないかな。だから人にね、まあ、あっちゃんが、まあ、聞く立場にあんのにこんなこと言うのもおかしいねんけどね、あっちゃんに、自分の意見を聞いてもらいたかったら、もうちょっと言葉遣いを変えた方がいいんじゃないのっていうアドバイスをしてくれるとかね、そんな感じにしてくれたらお互い喧嘩にならへんと思うんだけど、ね、そんな言葉遣いひどいからやめろとか言っても、攻撃してくる人はやめないからね、逆にね、火に油注ぐみたいになっちゃうからね、そんな感じで、ね、長々と話したけどもね、結局そのね、ひどい言葉でね、書くからぶら下がって嫌なこと言われんでね、だから自分がひどいこと言ってる人っていうのは気づかず言ってる、まあ無理に言ってる人もいてると思うけど、でそういうことを言うことによって、それに対して同じこと返されたら腹立つねんね。それ人間の心理でね、人に吐く悪口は自分が言われたら一番嫌なことを吐いてんねんね。意外と吐かれた人はそれ聞かへんねん。なんでかって言ったら自分はそれが嫌やと思ってないから、うん、だから、
ね、それをまんまお返しされんねんね。だから嫌味なこと言う人に嫌味で返したら、あの人嫌味言ってきた嫌な人って思われんねんね。で、で悪口言う人にその人の悪口、見た目の悪口言う人にはその人の見た目の悪口を言うとね、かなり答えんねんね。でも見た目の悪口言ったところで答えへん人には答えへんから、うん、あのいくら言ってもね、答えてないのは答えてないんね。そんな感じでね、人っていうのはその人が言う人に対して言う悪口っていうのが一番答える言葉なんね。だからあっちゃんは人に悪口言うことはまずないね。でも悪口言われたらまんまそのままお返ししてあげんね。一番聞くから。ちょっとね、あのもう最近ね、まあ、そんなことしても仕方ないからね、あんましてないけど、もっとわからん人には やったらげることもあんねんけどもね。そうやから、そういうことをやるのはやめましょう。逆にね、やって相手に聞かしたところで仕方ない。単なる相手もストレスになるだけやから、余計にね、あの火種くすぶるだけやから。だから、ひどい言葉を吐く人は逆に言ったら優しい言葉を吐いてあげんのよ。うん、優しいことで、なんでそういうふうな言い方するのって聞いてあげるの。だから心がすって晴れるから、うん、そういう人の、ね、あの、なんでこんなこと自分で言ったんだろうなって何年ね、うん。だからあっちゃんにいろんなね、もうボロクソ怒ってね、うん、あれ、なんでこんな動画上げてんのって言ってきて電話かけてくる人もいてた。でも、どうしてそういうふうに思うのみたいな感じでお話してたらね、その人もだん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 分かってくれて、うん、ごめんなさいって言ってくれた。うん、やっぱりそこやと思うね、人間って。だからあっちゃんはそういうね、動画上ね、一視聴者さんずつとこう交流もできへんしやね、今まではそういうのにできとったけども、ここ最近もずっとできてないからね、そうやってやっぱりね、間違って思われてる、思われるというか、自分の中でね、できた騒動の中でお話しされてる人っていうのは、まあ、結構増えてきてるからね、そうやって直接電話してくれてお話したら分かってくれる人がいてると思う。そんな感じでコメント欄でも、ね、ひどい言葉を吐いてるからって言ってそこを攻撃するんじゃなく、その人はなんでそういうことを言いたいのかなっていうことを考慮して聞いてあげてもらったら嬉しいです。で、あっちゃんファンの人で今ちょっとね、もうコメント欄荒れてるからコメントしにくいねっていう人もね、まあ、そんな感じなんでね、気にせずコメントください。あっちゃんコメントいただくのが一番嬉しいんです。うん。ということでね、コメント欄楽しくやってもらえれば嬉しいです。ということでね、っていうことばっかりだけど、ルールをまた追加ばっかりしてたらもうあれねんけども、もう相手に、もう嫌やったら見るなとか、ね、ひどい言葉で返すのもやめましょう。だから、お互いにね、相手は何を言いたいのかっていうことを聞き合いましょうよ。じゃ楽しくいけるんじゃないのかなって思います。はい。ということでね、あっチャンネルこんな感じで楽しくいきましょう。で、あんまりね、コメント欄荒らすのもね、よろしくないんでね、あっちゃん別にどうでもいいのよ、どうでもいいってどうでもいいのよ、正直ね。うん。言ったら、コメント読めなくなっちゃうだけ、みんなのコメントが読めなくなるだけ、嵐コメントがブワーッとあった一個一個読んどったらもうすごい長くなるから。だからコメントを読むためにも嵐のコメントやめてくれたら嬉しいし、うん、っていうことだけでね。うん、ただそういうことをするとあっちゃんがコメント欄を読めなくなるだけのことやから。うん、まあ、コメント読めへんかっても結局あっチャンネルっていうのは何も困らへんけども、みんなと交流できんくなるだけのことやからね。みんなとやっぱりね、距離感がちょっとね、こう遠くなったりってあるけども、それでもやっぱりコメント拾ったりしてみんなと交流したいのがあっちゃんやからね。うん、また楽しくコメント欄使ってください。うん、昨日もね、ちょっといろいろあったみたいでね、コメントちょっと読ませてもらったり、メールとか LINE とか、あとなんだ、LINE アットのとことか、Twitter とかからいろいろね、メッセージいただいてたんね、昨日、はい。ということで、今日はこんな感じにお話しさせてもらいました。で、コメント欄にね、あっちゃんがね、一人一人に、ああやこうやってお返しできへん。でも、いろいろね、あっちゃんに聞きたいこととか書いてくれてんのあんねんけどもね、一応あっちゃんには伝わってんねんけど、あっちゃんからコメント欄にはお返ししません。だからこんな感じに、メールとかいただいたも動画でお返しするようにします。という感じで、あっチャンネル楽しくいきましょう。では、これからもよろしくお願いします。ありがとうね。